南吉町ね、はい、NPB で97勝を挙げた、新人王最高勝率も輝いた、久保康友投手って人がいるんですよ。松坂世代で42歳。この人は2018年からアメリカ、メキシコ、日本の独立リーグとか、いろんなところで投げていて、うん、なんと今回、ドイツのハンブルグスティラーズっていうところに行くんです。ここはなんと一部だけで16球団って。ところがね、プロなのはチームに2、3人しかいないんだって。あとは手弁当だったり、リーグにお金払ったり。そういう中で、その1985年結成の名門チームに入るそうです。うん、ドイツで投げるなんてすごいですね。久保投手、ぜひ頑張ってください。